ホーム構内クズ太陽光発電所、クズ駅付近空中写真より、貨物列車が多数見られる。旧駅舎クズ駅は、栃木県佐野市クズ東にある、東武鉄道佐野線の駅。駅番号は TI39。佐野線の終着駅で、一部の特急、両毛の終着でもある。有人駅ではあるが、時間帯によっては、駅員がいないことがある。かつて、 東武藍沢線、東武大、加納線、日鉄工業は、鶴専用鉄道の3つの貨物線が、当駅まで、石灰、セメント、ドロマイトを輸送していた。セメントは、東武伊勢崎線経由で成平橋駅まで輸送された。貨物輸送が廃止された後は設備のほとんどが撤去、されているが、広い構内がその名残を留めている。2013年には空地を活用して、 太陽光発電パネルが設置され、クズ太陽光発電所となっている。当駅から先にも路線跡が続き、河川柱が残っている。2010年頃まで腕木式信号機も残っていた。貨物輸送の前世紀には、駅員が80名在籍志向内には、旅客用も含め20本の線路があり、東武鉄道で最大のターミナル駅であった。その時期に当駅。 ただまの伏線化の予定もあり、その用地は国道293号沿いに確保されている。単式ホーム一面一線と留置線三線を有する地上駅。ホーム屋根は改札側から2両分のみ設置されている。普通列車でのワンマン運転開始後の2006年8月より、運転士に出発信号機が開通したことを知らせるメロディが流れるようになった。 発車メロディの役割も果たしているが、発車した後も、信号の源氏が赤に変わるまで流れるので、正確には発車メロディではない。留置線のうち一線は、秘伝化である。夜間、当駅に到着した特急、両毛と上り終電発車後に当駅に到着した普通列車は、駅構内で夜間開泊する。事業用車両は、秘伝化の留置線に留置される場合がある。駅舎は、 線路の西側にあり、ホームとはスロープで連絡しているため段差はない。自動改札機は設置されていないが、IC カード簡易改札機と自動券売機は設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は936人である。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。駅南の踏切脇にあるバスの回転場が、 佐野市生活路線バスの、くず駅南回転上停留所である。ありがとうございます。